今回は「算数の仕組み大辞典」を紹介します大人でも間違えそうな算数の仕組みを図入りで解説足し算から小数分数図形やグラフ文章題の解き方まで小学生のつまずきやすいポイントを一気に解消するカラフルなイラスト満載の算数大辞典小学校の高学年に おすすす。めします何を隠そう私は著者の教え子です。坪田幸三先生が筑波大学附属小学校で教鞭を取られていたときに、みっちり算数を習いました。私の記憶では、テキストに沿って授業が進むというより、授業の冒頭に出された問題を、クラス全員の協力で解いていくというスタイルでした。その過程で、小学生が得た、 算数の仕組みは絶対に忘れない。そのおかげか中学高校でも数学が大好きでしたが坪田先生ほど教え方の上手な算数教師に出会ったことはありません久しぶりに先生の名前を目にして思わずこの本を買ってしまったのですがその授業を思い出しただけでなくやはり 算数は仕組みが大切ということとを再認識しましまたとにかくこんなにたくさんの算数の仕組みが載っていて税込2700円とは安い安すぎる今の小学生がうらやましいです以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったら チャンネル登録をお願いいたします。